それでは計算基礎学1の第11回の授業を始めたいと思います。まず前回第10回目のまとめをしますと、前回はその、拡張ユークリッド互助法の応用の一つとしてその中国剰余三法というのを取り上げました。でこれはあの中国剰余定理の計算法としてその拡張ユークリッド互助法が有効ですよということで、その拡張ユークリッド互助法を用いたこの中国剰余定理の計算法について紹介をしました。で、今日の内容なんですけれども、今日の目標としてはこの項目の一番下にあるその中国剰余三法の、前回やりました中国剰余三法の計算量についてこう調べていこうと思います。でそのために序算の計算量ですとか、それから拡張ユークリッド互助法の計算量に関する知識が必要になります。この序算の計算量などはこれまでの授業でちょっと必要があったら後で扱いますというふうに延期していたので、ここで改めて扱うことにします。ということで今日の流れなんですけれども、序算の計算量、それからユークリッド互助法もしくは拡張ユークリッド互助法の計算量について触れた上で、最終的に中国剰余三法の計算量について説明したいと思います。でそれではまず序算の計算量の話から入りたいと思います。ここではその一変数多項式の剰余付き序算ですね、小と余りを求めるその割り算について、扱うということです。でここではその AX と BX を整数係数の多項式、一変数多項式ですね、x を変数とする一変数多項式として bx をモニックとします。それから a の次数を k、 それから b の次数を m として、a の次数が b の次数以上であるという条件を設けます。でこのような条件下でその a を b で割るという多項式の剰余付きの序算を行います。一応ここで多項式の剰余付き序算のアルゴリズムを復習しておきたいと思います。アルゴリズムとしては多項式の剰余付き序算 A と B なんですが、ちょっと皆さんに思い出していただきたいのはこの AX とか BX という多項式ですね、多項式をこのような形でこう表したということですね。でA0 から AK と並べたのはその0次から K 次までの係数を順番に並べたものであるということに気をつけてください。それからBX の方はモニックであると、モニックは何だったかっていうと最高次の係数が1であるということですね。ですのでこういう形で、この BX の表すこの係数の組の一番最後の要素は1になっているということに注意してください。でこういった入力に対して出力としては QX という RX という多項式を求めます。一応アルゴリズム内ではこのような形でこう係数のをまとめて括弧でくくった組として表します、ということですね。で、Q と R はこのようにその、剰余、小と剰余 の関係を満たすということにします。で一応アルゴリズムだけをパッと、示しておきますとこういう形になります。でそうですね、これ程度詳しくは詳しくそうですね詳しくはちょっと皆さんも後でこう追っていっていただければ分かるかと思うんですけれども、基本的には我々がその筆算で多項式の割り算を行う計算がありますね。その筆算の計算をそのままそのアルゴリズムの形に書き起こしたと言って良いかと思います。で特にそのこの辺ではですね、この一回一回その多項式多いのですね、余りをこう一ずつ減らしていくっていう計算がこのループの中で行われておりますので、ちょっとここでは詳しくは、触れませんけれども、一応こういう形でその筆算の計算をですね、アルゴリズムの形に書き起こすとこういうふうになるということで、後で確認してもらえればというふうに思います。で、ここからその計算量の見積もりをしていきたいと思います。まず、その各ステップの計算量の見積もりなんですけれども、まずこれアルゴリズムの1行目からですね、順番にこう
係数の四則演算がどこで何回出てくるかっていうのを見ていくわけですね。で、まず、1行目はその、これはAI の各係数を RI に代入しておりますので、これは代入だけですから、この1行目は計算量に影響はありません。で、次なんですが、この2行目にもやはり繰り返しがありますので、ここではまずそのループの回数を数えておきます。この2行目からのループは i に関して k-m から0まで計算を繰り返すということですので、ループがここでは k-m プラス1回起きるということですね。で、これシータで見積もれば k-m と見積もることができます。で、その下の、2行目の a のところはこれ代入だけですので、特に計算量には影響しません。で、その次の B の行なんですけれども、ここにまたですね、入れ子になって内側のループが出てきます。これ、変数 J に関して M-1 から0まで動かす、繰り返しになっておりますので、合計でここではその M 回繰り返しが起きるということになります。で、その B の下の行が実際に計算量に関わってくるところで、実際にどういう計算をやっているかっていうと、この qi×bj というところで乗算が1回、それからこの r の i プラス j から qibj を引くところで加算が1回となっておりまして、四則演算としては2回あるんですけれども、これは θ で抑えれば1で抑えることができるということになります。ということで、合計の計算量、あと3行目はですね、リターン分ですから計算量には関係ありません。で、合計の計算量を出しますと、この B の内側のループが、計算量は θ1 で、それが、B のループが M 回かかってきまして、でさらにそれが、上の2行目のループで i に関するループで θ の k-m かかってきますので、合計の計算量としては θ の m×k-m と見積もることができます。で、その意味なんですけれども、M と k-m の意味が何だったかっていうと、M は、これは割る方の多項式 B の次数なわけですね。で、それから k-m というのは、K が割られる多項式 A の次数で、M が割る多項式 B の次数でしたから、その割る多項式と割られる多項式の次数の差っていうのがちょうど小の次数になるわけですね。ですので、その多項式上の乗与付き乗算の計算量というのは、その除多項式ですね、割る多項式と、それから小の次数の積に比例すると見積もることができます。まず、この事実を押さえておいてください。まず、ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは次に進みたいと思います。